初めの一歩、ベサイ30周年記念フェザー級トーナメント予選開幕戦6回戦を行います。赤コーナー125パウンド453大橋ジム所属、2011年度東日本新人王トーナメントフェザー級ファイナリスト、最終ランキングは WBO アジアパシフィックスーパーフェザー級第6位、日本フェザー級第6位、日本ユース初代フェザー級チャンピオン、パメラ剛志。アウトは125パウンド獲得、ここまで同じく飯田哲也、レフェリー厚垣明彦。クリーンファイト、最後までルールを守って先生どうぞ。いいね、ラウンド1
昭和ヒッティング24選手の有効なパンチによるものです。
トップしたテクニカルノックアウトタイムは3ラウンド1分19秒、3ラウンド1分19秒、 TKO 勝ちにより勝者青コーナーリーチェフ。あー、いけた、